この番組は地上波で放送した内容をポッドキャスト用に再編集して制作しています。そのため番組内で流れたリクエスト曲は著作権の関係で削除していますのでご了承ください。それでは番組をお楽しみください。小雪の小雪にリスキリングポッドキャスト。皆さんこんにちは、山川小雪です。今日もロッテリア那覇安岡店で番組で話す内容を考えていました。店内のお客様はノマドワーカーだったり友達同士だったりいろんな人がいて注文も千差万別です。そんな中思い出したのが先月のことなんですけども、うちのディレクターが肉の日限定メニューのこの店で一番高いバーガーを注文して半分残して食べきれませんでした。挑戦に失敗です。もちろんお持ち帰りしていましたが、ここロッテリア那覇安岡店には毎月肉の日の限定27日、28日、29日の3日間ですが特別メニューがあります。 100% ビーフパテ4枚とレッドチェダーチーズを4枚重ねたキング絶品チーズバーガーに挑戦してみたいと思う方は週明けの月曜日、火曜日、水曜日が27日、28日、29日です。値段は1390円です。さて皆さんは仕事でどんなことに挑戦していますか？有益だと分かっていても誰も行動に移さない風潮は古い習慣から大きく変化することが怖いからだと思います。そこで今日は私に関連する実例を交えながらリスキリングについて語ってみようかなと思っています。それでは番組スタートです。リスキリング、リスキリングをする目的にはパターンがあります。大きく分けて5つ。副業を始めたい、転職をしたい、収入アップしたいの3パターンは収入アップが動機の自発的リスキリングです。仕事の幅を広げたい、働き方を変えたいの2パターンは環境から自然に意識した相対的リスキリングです。どちらが多いかといえば副業を始めるためのリスキリングが多いという統計がありますが、挫折する人が多く高収入を意識した難しいものに挑戦してしまう傾向から来ています。ただ一定数の成功者がいるのも確かです。それはさておき、沖縄で必要とされるのが相対的リスキリングの方ではないでしょうか。環境の変化や社会の傾向が仕事の幅を広げたい、働き方を変えたいの出発点です。仕事をしている時に新しい何かが見えてきたり必要を感じて学び直しの動機が起こっている人がいる。これは最大のビジネスチャンスではないかと私は思います。大抵その学びの内容、リスキリングはその会社内には存在していませんので注意したいことがあります。キーワードになりますが車輪の再発見と言います。すでに実用化されている新しい技術をよく知らず、社会のトレンドを知らず、導入ポイントを知らず、アイディアから練る感じのものです。さらにそれをトライアンドエラーを繰り返すのです。多くの人の失敗の上に成り立ったのが新しい技術です。リスキリング、学び直しをすることよりもこれまでのやり方、つまり表面的な技術をもとにトライアンドエラーで時間と労力を消費する、すでにある素晴らしい技術を自ら再発見しようとする、これを車輪の再発見と言います。20年ほど前の例ですが、ホームページ制作ブームがありました。かっこいい表紙を作りたいために試行錯誤して開くのが格段に遅い重いページをあの頃にたくさん見ました。知っている悪い例を挙げるとキリがないのですが、オープニングトークでも言いましたが、私の教え子のことで成功している実例を紹介します。 IT を学び、
大手の会社に就職した卒業生がいるのですが、就職したその会社が沖縄撤退を決めたため会社に残ることもできたんですけども、再就職先として大好きだったバスケットボールのプロショップに就職します。やりがいもあり入社当初から楽しかったようです。しかし大抵の沖縄の企業がそうですが、あまりのアナログさで戸惑います。情報共有システムがないので顧客リストを探すことから始め、個人情報管理の許可を確認し、社内データがないので担当者を探し、内容を口頭で確認し、再度必要になった情報をまた口頭で確認に行く。当然ヒューマンエラーが起こります。さらに T シャツ作成の時の手書きのアナログ制作と担当部署とのやり取りのタイムラグにより受け入れられる仕事が3分の1に減っている状況。可変費用の無駄、人件費、設計費、動力費、外注費のことを言いますが、これらに加え機械費用と社会貢献力がもったいないなと感じたそうです。これって専門学校で習った知識を生かせば簡単にできるのになと思い、今の技術へ学び直し、リスキリングし、社長に企画書を出して直訴したそうです。今彼は一新人の販売員から新発足の開発部へ業務変更し頑張っています。皆さん新聞読んでます？5月10日日本経済新聞にこんな記事が載っていました。生成 AI が世界で3億人分の雇用を自動化するとの予測があり、学校はどんな人を育てるべきか議論が起こっている中、注目を浴びている学校がアメリカサンディエゴにあります。決まった教科書や定期試験はない。授業の大半は教科横断でものづくりや社会課題の解決策を探るプロジェクト型学習を取り入れ、想像力や知識を応用する力を伸ばし、革新を生む人材を育成しています。この学校の教育が関心を集める背景には、人を財産とみなす人的資本経営の世界的な広がりがあります。社会に出る前段階にあたる学校でも思考力や判断力を鍛えれば生産性がより向上すると見込まれているからです。この記事を読んだ時にふと気づいたんですよね。あれ、私の所属する専門学校もだって。私が受け持つ授業は決まった教科書は使わず定期試験はありません。1年次から3年次までに学んだ教科横断のプロジェクト型学習で、社会にある問題解決を通じ IT でものづくりを学んでいます。2045年には AI が人間の知性を超えるシンギュラリティを迎えるとも言われています。人は技術革新が起きるたびに教育を見直し、リスキリングし、人づくりに対応してきました。デジタルという地殻変動は不安と恐怖とはかけ離れ、期待に包まれたまだ見ぬ未来な気がします。今日はリスキリングの身近な話題について話してみました。私は時々いろいろな企業で、これって10分ぐらいの作業なのにアウトソーシングして2日くらいかかっているのを聞くともどかしいなと思うことがあるんです。サーバー構築や IT を教えているから俯瞰することができる分、どうしてもバックエンドの甘さが気になります。雑談はしますが、教員なので他企業のことへの口出しはできません。それだけに今日話した教え子たちがあんな風に頑張っているのを知ると嬉しくなります。彼の働いているショップは三重橋駅の近くにあります。その駅の近くでバスケットボールのプロショップを見つけたら、何卒よろしくお願いいたします。それではお知らせです。番組内で使用している BGM は全て著作権フリーの音源を使用しています。番組では番組で紹介してほしいご自身がやられたリスキリングなどをメールで募集しています。メールアドレスは
英語で雪という意味の snow、 snow@rokinawa.co.jp です。お相手は山川小雪でした。ではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。